よっしゃ、久々に収録じゃお前。前回のパートからの収録でからもう2週間ぐらい経ってしまってるわ。えっとね、その間にあの作者さんのブログを見たんやけど、結構重要なことを聞かされたんで、説明しながら行こう。このゲームさ、あのさ、ザッピング戦でも実はゲームクリアできるらしいんやけどさ、ただ、ストーリーのあの、 真相に迫るにはザッピングをしていろんなところを見て回る必要があるみたいな話を聞いたんで多分さあのんくんのまま進めていっきよったらさちょっとゲームクリアしてしまうかもしれんのねいやいや分からんけどでゃけんねこのんくんのこの1回の探索やる前にえっ、ー、とザッピングでこの2人あーこの2人の方さっきにちょっとやっていきたいと思います ああ、カナさんとレン君か。確かカナさんがあのー、なんか5階にある、なんか、探す必要があるものを探しに行って、あの、レン君があのー、マイちゃんのことを探すみたいなこと言おったな。なんか久しぶりにマイちゃん見たいけん、レン君やろう、うレン君。さっき。この回。なんかガシャンガシャン言おうよ,よ。なんだこのガシャン、お何の音だ ロボットでも歩いてんのかなこっちの方から聞こえるみたいだな。どれどれ女子トーイレー。あ、わかったよ。もう、その目前もやったよな。このさ、ゲームだからって、は、履いていいと思うのよ、みたいな、め、やめてわかった。えこの白い扉、こんなんあったこれ、女子衣室か。<laughs> 気は進まないが、見に行ってみるか。 行けーええなんほどわあ <laughs> えええ行ってて、やっと開いたーいや、どっから落ちてきてんだ、ね、君 <laughs> え、この馬上なんだったちょ <laughs> ってことカラクリ屋敷みたいな感じで出てくるんじゃないわお前、黒穴マイカ。あやば 待て、お前あいつに、潤に会っただろう。潤さんのことを知っているの今どこにいるか教えて。いや、聞いてるのはこっちだよ。<laughs> 今どこにいるのかわからない。それより、お前は何者だ。なぜここにいるどうして潤を知っているあなた、誰お互いに質問攻めするんじゃないわ。<laughs> アンサー、答えろ、アンサーをな。 俺はジュンの幼なじみの。もしかして、アマチ・レンえ、レン君のことも知っとんだ、舞ちゃん。なんで俺のことまでアマチ・レン、ジュンさんの幼なじみで親友。知ってるよ。昔、ジュンさんから聞いてたし、ジュンさんに関わることは全部、ぜーんぶ知っておきたいから。<laughs> 怖い。ザックイズショーの桜でしょうか、お前は。あなたは全てを知っています、的なやつか。 あってことは、あなたと一緒にいれば、また淳んさんに会えそうおい連れてって、あ、本性を出したこの目来た久しぶりみたいなね、その目 <laughs> もう、有無を言わさないでついていっちゃった。<laughs> 部長さんが女子教室に行っちゃまずいでしょ早く淳んさんに会いに行こう <laughs> こういうタイプ苦手なんだな、レン君。 クロアナと行動を共にします。よっけー。出てきた。結局出てきた。てか、なん、え女子コ衣室だっけなんか扉の材質と違くないですかどういうことですかこれ。ジュンさんは女子コ衣室に入るような変態じゃありません。他を探しましょう。いや、俺が操作するけん、俺が操作するジュン君はそういうことするから。マイちゃん、わかってないな。ここは入れん。あここは入れる。 おっと言いました、黒い影。君もちょっと久しぶりお起き得た。有無を言わさずけだ。くそ、何も聞き出せずか。給油室そもそも2階は全然調べたことなかったな。うん、給油室ってことはまあ、それらしいものしかないような。なんか、重要そうなものはな,かなさそう。ああ、喉乾いた。 どれか一つもらっちゃおう。これだけあればばえないでしょう。う隣に会社の人間いるんだよ。非常事態だから仕方ないけど、こういうやつが盗むんだな。<laughs> 危機感がないというか、なんというか。お前、うちの社員じゃないだろう。えぇ、ー、社員メンバーどこにも、クロアナマイなんて名前はなかった。お前は一体、何なんだ あなたたちより、私の方がずっと一緒にいたのよ。なのに、ジュンさんはあなたたちのことばっかり <laughs> いや、別に、レン君とそういう関係じゃないよ。そういう恋人同士って関係じゃないよ。ホモじゃないよ。ジュン君はホモじゃないよ <laughs> 性格相手ても、いつもあなたたちの話ばっかりだった。もううんざり。だから、壊してやるのトをつける文章じゃないよ、お前。黒穴とジュンは知り合いなのか レンくん、普通にこういう顔してられるけどさ、相手メンヘらだぜ。一歩間違えればえらいことになってるぜ。<laughs> うーん、ここ調べてさ、ジュンさんいなさそうねって言われてもさ、こっからさ、やあ、レン、俺だよみたいな感じで出てくれるのも困るけどな。ふっふっいて言って、あれジュン、お前そんな中にいたのかって。ふふふ。 うーん、重要な手がかり。ない。おっと、もこう中に何かがあるわけではない。<laughs> <noise> えーっと、女子トイレ入らない。男子トイレに、ね、入。り、はい、ちょっと待って。舞ちゃんついてくんなよ。女子トイレには入らせてくれんけんな、これ。たぶん、ほ、はい、こういう感じ。<laughs> こういう感じさお前入るなよみたいな目つきで見られるからな。だから、男子トイレに、ね、入って 舞ちゃん、舞ちゃんついてきたおいおい <laughs>、普通についてくるんだな。えだって、どうせ誰もいないだろうし、じゃあ、どうせ誰でもいないだろうけど女子トイレ入らせてもくれてもええやん。まあいい。お前、いいです、ますんじゃ。お前、潤が見つかれば、それでいいのか。探し物は3つあるの。1つ目は潤さん。へえ。もう1つは、あの女、沼星かなって女よ。 あいつが全部悪いの、三角関係なんじゃ。なんかカナさん交えて三角関係になってしまってるよ、前イちゃんの中じゃ。どういう関係なんだろう、結局。よ、わからん。彼女がお前に何をしたってんだ。許せないこと、わかるよ。その目つきだって、だったら大体許せないことなんだろうなって、ちょっと差しはつくよ。それの内容だよ。<laughs> でねえ、 <laughs> ちょっと私の前でようたたないでよねするわけないだろう <laughs> おっと危ないなそれだけあこの花花桃ももよねしかも白い花桃ももなんて珍しい 花言葉はあなたに夢中とか恋の奴隷とか恋の奴隷ふふ素敵。て <laughs> マイちゃんが言うたらちょっとさもうガチの方向に考えてしまうからさ笑えないんだよなさて上の方は調べたこっちかまずこれ何室なん総務部オフィス何か情報がありそうだ調べたことが多いぞ 鍵とかない鍵とかそういう光っておいおいおいいましたね。連れてきてくれって言うけどさ、半径3メートル以内ぐらいに入ろうとしたら、消えるんだな、こいつらは。また消えた。くそ、連れて行くどころじゃないわ。どうやれば遠くから投げ縄でも投げて捕まえるかな。ハンバーガーキット的な感じになるんかな。欲しいものはいつだって手に入らない。求めてるものはいつも一つなのに、 私の世界には他はいらないの、あなたもね。でも、ジューンは。やめて、だめなの、忘れられない、忘れたくないの。本当、わかっているのか。この子もあの日から動けなくなった一人。が、どういうことあの日って何なん過去になんかあったんだろうか。ちょっとまだ謎がさ。何のことがわからんままその話をされても。名の影。 なんで逃げるんだあのに目の前に現れる。あいつは、あの影は、何か伝え,さ伝えたそうにしている。きっとシャイなんだよ。何度も何度も私の目の前に現れるの。あの黒い影。何を言わず私をじっと見つめるだけ気持ち悪い。そりゃそうだろうな。多分おっぱいに目線がいってるもの。あの影。 カナさんの真後ろに立ってさ、おばさんで囁いたところあるけんな。結構おっぱい大きい女の人が好みという、子供の終わりをやけに性欲高しの状態になる。性欲高しくんよ女の。あの男の子の名前決まった。性欲高しくんな。今決まった。もう決まり。もう、さんが何と言っても決まり、決まり。どうした今よく考えたら、 あの影のような幽霊、今まで同じだと思っていたけど、なんというか、二人いる私の目の前に現れるのは女の子っぽいんだけど、そうか。あ、そうなんかな。俺あんまりそこまでちゃんと見てないけど、よう見たら女の子っぽいのと男の子っぽいのがおるんか。二人おるん亡くなったの二人なんかな。あのー、二十年前の事故とか言うんで。ここにも何もなさそうだな。 お前の探し物はこの会社にないんじゃないかい,いえ、もうここぐらいしかないのよ。他は全部探したんだから。うん彼の頼みごとはお祈りしたいことでもある。なんとかあの鍵に合わなくては。うんあっいやいやいや、塵りひとつないよゴミ箱とか用う暇ないやろ、お前。 ゴミ箱れ注目して、電話の音聞きそびれたみたいな感じになったら。どこだ電話どこあ、これかちょっとちゃう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 。違うちゃうちゃうちゃう。え、どれ電話どれどの電話が鳴ってんだ あこれじゃなんだ壊れてるのかあ、クジラの声えそ遊んでるつもりか今思えば私誰かと行動するの初めてかも一人の方が楽だし自由だしね でも今は目的,目的のための行動だから勘違いしないでねしてませんレン君はそういうことを勘違いをしないタイプの人間です <laughs> もう調べ終えたかなおうわあなんか開いとうなと思って調べてみたらこんな感じな。 あけません。ちょっとセーブ。セーブ、こういう時はセーブ。セーブ、セーバー、セーベスだよ、もう。<laughs> 前回のパートでもう分かったげんな。こういう選択肢出た時はさ、大体、偉いことになるっていうな。<laughs> だから作者さんもそういう意味でこういう選択肢を出してる。そういう感じだろう。あげろいけん何か書いてある。なにこれ一人じゃないと一人じゃないと。一人じゃないと なんだ一人じゃないとなえ何か見つからない的な感じだったとしたらまあ、えあい、えいちゃんと別れてから一人で来てくださいみたいな感じになるんだんかよう分からんけど総務総務部長室 やっぱ部長にもいろいろあるんかなまあ、総務部の部長おっと言いますね総務部の部長の隠し子かお前はもう部長だったら何でもいいのかお前は。隠し子だったら。俺を見て消える。何か伝えそうだが、伝えたそうだが。ここはなんだいうーん、ここにもないか。ないんじゃ。何を探しているんだうん。もう何年も探しているけど見つからないの。 こジュンさんの家も探してみたけど <laughs> 不法侵入じゃんそれ不法侵入ってやつじゃんいちゃん <laughs> もう誰かが警察に話したら君捕まるなどこにあるのかな青いみさんが青いみさんが,さんがえか<っ>カって子がジュンさんにプレゼントしたっていう許せないじゃない他の子からもらったものを身につけるなんてあやばい じゅんくん、もしそういうミサンガをつけるんだったらすぐに外して。下手すりゃ手首ごと嫌えるぞ。なんか今回のパート、とりあえず色々探ってさ、なんか、過去に関する言葉を話を聞いているだけのような感じがする。なんかでかいイベントがないな。謎解きも。どうした舞ちゃんどうしたあ待てよ別れた いちゃん、ひょっときぼりして、ちょっと一人で出ていくわ。バイバイ。そうしたら、何か起こるんじゃないのここだったっけこの辺だったよな、確か。これだよ。一人じゃないと、一人じゃないと、なんだなんだ一人だぞ。 あ、二人だった。はは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 さらっとついてきてるじゃんちょっと一人で何かしよるんかなって、ちょっと儀式始めるかなって思ったやん真ん中に立ってさ。もう魔法人みたいな感じだったやん、机が。<laughs> そこでなんかずっとおるんかなって思ったやん。ほら、舞ちゃん、なんで真ん中行くのかな <laughs> どうしたんどうしたんふふ <laughs> <laughs> 早く。 早くじゅんさんに会いたいななんでそこまでじゅんにこだわるんだどうしてそんなこと聞くのいきなりことなのダメなのダメとかそんなんじゃうふふいいよあ、教えてあげるその代わりあれどこにあるのか教えてああミサンガかえでもなんでそういう赤と緑とか言い出すんこれ えなんこれ普通に青ってやれば正解なのはわかるけど、赤と緑もやりたいな。いや、もしかしたらさ、シャア専用ミサんガかもしれんけど赤にしてみたろ。話になんない。ごめん青だろうん。青いミさんがあの子がジュンさんにプレゼントしたっていう。嫌なの。他の子からもらったものを持ってるなんて許せない。 俺もどこにあるかは知らない。そう、じゃんね。うーん、じゃあ。待て、答えたんだからこっちの質問にも答えろ。お前はわー、ちょっと気になるな。これ一つしか危険となると取り聞く クロアナ名字本名かとか、どこからどうやって入ってきたとか。いや、一番気になるのはやっぱ、ジュンさんとの関係だよ。ジュン君との関係だよ、もう。ジュンさんとは、幼なじみよ。マジかそうなのか。まあ、そうだろうなと思っとったけどさ、もうちょいでかい情報欲しいな。あなたたちより前はら、ずっと一緒にいたのに、なのに、私の前から消えたの。年前に会えた20年ぶりに会えたのに、 私のことを何も覚えてない。私からじゅんさんを思ったの。あの子が。あ、全部聞けるのえ、ちゃうわ。ははは20年。お前、何歳なんだ若いな。関係ないじゃない。ごめん。その通り。<laughs> 名字本名か。どうだっていいじゃない。あ、そうっすか。 ジュンとはどういう関係だって言っておいて違う選択肢選んでみようそんなにジュンが好きなのか今さら当たり前じゃないいやお前だけずるいぞお前だけお前だけ一分で終わるぐらいの返答で終わらすにお前ずるいぞお前 <laughs> この黒あなた女ジュンにすごい執着心があるのは分かった けどそれじゃダメなんだ。俺も人のことは言えんが。え、なんだレン君もしかしてカナさんのこと執着シーン覚えてるんじゃないの <laughs> あー、レン君君もいい感じの女の人を好きになっちゃったのね。<laughs> 結局さ、間違えた。<laughs> こっちじゃ、一人じゃないとのことがようわからんのよな。ようわからんけど、もうわからんままになってしまってるし、舞ちゃんとなんか、離れぼられにできる状態にならんだろうし、今回はここまでしりたいし、というわけで、なんか今回はちょっといろん、イベントとかがあんまないけんね。<laughs> ちょっと探索してさ、そういう会になってしまったんで、申し訳ない。まあ、多分次のパートは、あの、えっ、ー、と、カナさんの方をやっていくんで、多分似たような感じの流れのパートになるかと思いますんで、まあ、そちらも見てください。ご視聴ありがとうございました。週あげ。 なんかこのカットだけ抜き出したらなんかいい感じの夫婦に見えなくもないこの2人なんかしっかりとしたお父さんと優しそうなお母さんみたいな構図になってますな